長久保智子は日本のフリーアナウンサー、リポーター、編み物作家、福島県福島市出身。日本女子大学生物学科卒業。高等学校教員免許を取得。大学時代アルバイトでモデルをする。福島テレビに1995年に入社、2000年に退社。女性アナウンサーとしては珍しい理系出身である。身長167センチメートル。 震災後は瀬田大学大学院人間科学研究科卒業、手芸と心理学について研究。その後ボランティアで病院や施設などで編み物を教えている。フリーアナウンサーとしてはクリエイティブメディアエージェンシーに一年所属を経て、現在はセントホースに所属。特に音楽や美術関係、トークショーの仕事が好みとの談。編み物歴が長く、日本手芸普及協会、 巡視班、指導員の資格を持ち、現在、編み物作家としても活動中。特に、スコットランドシェトランドが好きで年に2回ほどと A し、経験とスキルをアップさせている。2018年初古典を表参道にて開く。大型二輪免許を持ち、ツーリングが趣味。バイク雑誌やイベントでも仕事をする。三姉妹の次女である。ありがとうございます。